阪神戦力外、山本。話がなければトライアウト受ける。トライアウトも今後は視野に。まあ、現役続行を希望しているので、獲得の話がなければトライアウトを受けたいと思っています。トライアウト前の接触っていいの？自由契約なんだからいいだろ。自由契約なるのはトライアウト終わってからの11月30日やん。むしろ何があかんの？直接じゃなかったらセーフ。ゴリゴリの KO ボーイで草。シーズン終わったら話しかけても良いやろ。まあトライアウトってする前から号式待っててほとんどが引退のけじめをつける場みたいなもんやろ。横浜が取りそう？微妙な内野手取るの好きやし。強打、西浦の二人取って二人とも二軍で買い殺してる状況で山本も取ったらアホやって。絶望的に打てんから一軍に使えんよ、広手も。もともと謎トレードやったからなこいつ。松田、長能取る今の巨人やったら戻れるやろわら。地域の記者が情報くれるからな、俺ばの話やが。二遊間に困ってるチームが中部地方にあった気がする。ソフトバンクがうっかり獲得するかも。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。